こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらになります。プラレールのプルバックトレイン2です。で、これなんですけど2021年6月に発売されたものになるみたいです。で、以前にね、この1っていうかね、初代の方紹介したことあるんですけど、結構ね、ラインナップ変わってるみたいなんですよ。多分このドクターイエロー以外は全部ね、新しくなってますね。ということで、まあ、今回ね、そのドクターイエロー以外のね、この4つを購入してきましたので、早速ね、じっくり見ていきたいと思います。で、パッケージの方なんですけど、まあ、こんな感じで、これはナンバー1番の N700S になります。まあ、あとは特にないですかね。じゃあ早速ね、見ていきます。よいしょ。で、まあ、中なんですけど、まあ、こんな感じになって、出てのガムですね。そして肝心の N700S。 おー、じゃあ肝心ので、まあね、肝心の車両はまあこんな感じになってて、やっぱあれですね、あのカプセルプラレールによく似てますね。で、横はこんな感じ、そして後ろ、まあこうですね。あのプラレールについてるね、あのスイッチもね、再現されてますね、これ。まあ動かないですけど。で、下はこんな感じになってます。で、これはね、プルバックのこの、なんていうかな、このタイヤの部分はラバーになってます。ちょっと。おお、早いんじゃない早いんじゃない、前回も結構早かったと思うんですけど。早いね。これちょっとね、後で、まあ、前回はトミカシステムで走らせたんで、今回はね、ちょっとホットウィールで走らせてみたいなと思います。こんな感じのコースを作ってみました。もうね、最大の見どころはここです。このバンク、走れるんでしょうか。では、この N700S でチャレンジしてみたいと思います。ちょっと行ってみますね。はい、じゃあ、行きます。あ、でも いけましたね今。ちょっとこっちからも。いや、おー、いける。結構早いね、これ。じゃあ次はですね、2番のこちらになります。で、これは E3 系新幹線翼2000番台です。じゃあこれも、えい、よいしょ。まあ同じくガムが入ってて、まあ肝心のね、これ車両なんすけど、カプセルプラレールの E3 系とよく似てるような、いやでもこれはどっちかってプラレールよりかな。あ、なかなかいいですよこれ。まあ E3 系だけに、ごめんなさい、はい、ごめんなさい。で、横なんですけど、まあこんな感じでね、あ、綺麗にね、これ色もね、塗り分けられてて、まあここら辺はみんなね、あのプリントになってますけど、すごいね、可愛らしくて、で、結構かっこいい感じのね、車両にはなってるんじゃないかなと思います。で、あ、ちなみになんですけど、これね、カプセルプラレールと比べると一回り大きいっす。はい、こちらがね、カプセルプラレールのこれ E6系なんですけど、まあ、ちょっと車種は違うんですけど、比べてみるとまあこんな感じでね、ちょっとね、一回り大きくなってます。はい、よいしょ。おお。では次は3番になります。800系新幹線ツバメです。じゃあこれも、えい。で、こちらも、まあ、同じくガムが入ってて、で、車両なんすけど、で、車両は、ま、こんな感じでね、すごい可愛いね、800系に、いいなってますよね。うん。はい、横はこうで、後ろはこうですね。はい、まあ、こんな感じです。可愛いよ。よいしょ。じゃあ、こちらも、ほう、ほう。では、最後ですね、最後はこちらの、4番 N700 系新幹線みずほ桜になります。はい、で、こちらもよいしょ、開けて、で、こちらも、あ、かっこいいね。かっこいいね、これ。本当カップラみたいに
キュッとねシャープになってますよね。すごいかっこいいね N700、水を桜になってますね。はい、まあこんな感じです。あーでもそうでもないね。ちゃんといけましたね。はい、いかがだったでしょうか。今回はこちらのプラレールプルバックトレイン2を紹介してみました。まあね、結構ね速い速度で走れるプルバックになってると思います。まあホットウィールでねちょっと簡単なコース作ってね走らせてみたんですけど、まあそこそこ走れるかなという感じはします。でトミカシステムでもまあまあ走れるので、まあ簡単にね、まあ、手軽に遊ぶには非常にねいいあのプルバックのプラレールになってるんじゃないかなと思いました。はい、ということで、まあ、今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。